どうも、佐々木あさひのビログチャンネルへようこそ。はい、今日はね、一日早くプテラパークに来てますよ。後ろ見える？てれーん、プテラパークこんな感じになってます。すごいね、中もね、いろいろ見るところがあって充実してる。フェイシャルトリートメントエッセンスタワーですよ。ちゃんとさ、見て、中入ってるの全部すごいよね。本物のタワーです。これで総額いくらなんでしょうか。こんな感じで実際にスキッズの商品をタッチアップできるみたいですね。私が今回すごい気になったのはこれ、セルミネーションマスクインローションってやつ。結構キメが崩れちゃってたので、これをね、化粧水の前に塗ると、マスクをつけてるのと同じような感じになるぐらいすごく、キメが整う効果があるみたいです。保湿力がある感じ。あとね、綾瀬はるかさんも来たみたいで、ここにサインがあります。せっかくだから中もね、ざっくりと見せますと、こんな感じで SK-2 の誕生のことだったりとか、あとは年代別にこういう肌の変化ですねとかがあったりとか、 SK-2 の商品がザザッと並んでいたり、 SK-2 のピテラっていうね、成分は全部の化粧品に入ってるんだって。で、これが綾瀬はるかさんが使ってる、実際に使っているアイテム。綾瀬も納得であります。思ってたよりもピテラパークがすごい豪華で大きくってすごいね、見応え抜群ですよ。皆さん本当ね、今日も来てくれた人に会いましたけれども、また明日皆さんにすごい楽しみにしています。ということで、また明日。じゃあね。